それじゃあ報告をお願い。さあ、イエス。カレン教に大きな動きはありません。アルファ様の指示通りにアレクサンドリア内を泳がせておりますが、内偵を行っている気配は全くございません。そう、彼女は普段何をしてる？は、基本的にはイータ様が実験に連れ回しております。その実験で命を落とさないよう監視は怠っておりません。イータらしい。カレン教が仲間になったら大っぴらに実験台にはできなくなる。だから今のうちにこき使っているのね。アルファ様。ねえラムダ、あの時の私のカレン教に対する姿勢は正しかったかしら？思い返すと、あのように組織の利害を前面に出した上で彼女のこれまでの生き方を真っ向から否定するような詰め方はあまり褒められたものではなかったかもしれない。少なくとももう少しやりようがあったように思えてね。アルファ様、僭越ながら申し上げますと、アルファ様のあの場での役割は正しいものであったと思います。あくまでシャドウガーデンはディアボロス教団を滅ぼすという絶対的な目標を持つ組織です。その鉄の意志をねじ曲げてまで優しさを見せるというのは敵を懐柔する上でも不要のものでしょう。それにガンマ様がカレン教を気にかけております。アルファ様の言葉の切れ味が鋭ければ鋭いほど、ガンマ様の柔らかな言葉はより効果的に彩られることでしょう。つまりはガンマと私の存在がカレン教にとっての飴と鞭ということかしら？ベガルタ帝国において公明正大で通った貴族であり、物事の道理を根本的にわきまえているカレン教なれば、頭ではもう分かっているはずなのです。自らの置かれた状況そのものがアルファ様の言葉の正しさを証明しているのだと。頭の固そうな役割を演じてみせるのもまたリーダーの役目ということかしらね。カレン教がこれまでの自分をどのように捨て去ればいいのか分からずにいるだけなら、そのための手伝いはしてみせなければね。もちろん私の立場にふさわしいやり方でもって。もっと焦げ、もっと早くもっと早くペダルこいで、でないと電力発生しない。なぜ私がこんな不毛な仕事を。実験台になりたくなかったら、工芸、これがすでにもう何かの実験台だろう。うわぁ、機械が火を吹いているぞ。構わない、続けて。私は構う。いいから。これはちょっといいた、まあ、邪魔が入った。客人に何をさせているの、早く止めさせなさい。仕方ない、漕ぐのをやめてよし。大丈夫カレン教？ああ、大事はないが。ひとまず外の風に当たりましょうか。何も聞かないのか？何か聞いてほしいのですか？それはどうして私を客人として扱い続けている？それはあなたが客人だからですよ、カレン教。そういうことを聞いているのではない。私はあなた方にとっての敵だというのに。ですが、悪魔つきとなって全てを失った人です。立場も名誉も家族も未来も命以外の全てを。我々シャドウガーデンの目的はディアボロス教団の壊滅にありますが、悪魔つきの救出と保護はそれと同じくらい重要なミッションなのです。私が情報を得て
教団に持ち帰るとは考えないのか。そうしようと思っているのなら、イータの実験にのこのこ付き合うような野暮な真似はしないはずですよね。失礼を承知で言わせていただければ、カレン教、あなたはご自身がどうでもよくなってしまっているのです。その一方で、今のご自身を蘇らせたいとも思っている。だからイータの危険な誘いにも後先を考えずに乗ってしまっているし、いざその実験に巻き込まれると行きたいという気持ちが反射的に現れる。そうでしょ？ブーの音も出ないな。今の私よりも私のことを分かっていそうだ。どうすればいいのか、まるで分からずにいる。自らの運命に対する恨みも悲しみもあるし、現実から目をそらし続けていたヘルツォーク家の報いなのではないかという気持ちもある。だがそれ以上に、ただ心が空虚なのだ。ご自分でそうと分かっているのなら、また新たに立ち上がることもできましょう。弁が立つのだな。それはもう、私は商人ですから、交渉事は得意ですよ。そして今から交渉ではなく提案をさせていただきます。カレン教、あなたは生きなければなりません。私が生きる。私の命を助けてくれたのですから、あなたにはぜひとも、そうしたことによって生じるこの世界の未来の行く末を、シャドウガーデンが世界になす働きを見定めてもらわないと。見定めるだと？ええ。そしてそのために、あなたはシャドウガーデンに入るべきなのです。もっともらしいことを言って私をその気にさせようとしているのか？ええ、全くその通りですよ。もっともらしいことではなくて、もっともなことですから。確かに私は全てを失ったのだろう。だが自分自身を成り立たせる、失われていないものはまだある。その唯一のものがあなたにとっての槍の腕前だというのね。ああ、この槍の腕を真正面から破られるようなことがあれば、それは私から本当に全てが失われたことを意味するだろう。セルゲイに追われていた頃とは違う。今の私は干潮状態だ。あなた方のおかげで、その点については礼を言う。そしてその恩を受けながら刃を向けることを許してほしい。構わないわ、気にしないで。それがあなた自身が導き出した、あなた自身を蘇らせ再起させる方法なのでしょうから。だけどカレン教、結論から伝えておくわ。あなたは私に敗北し、本当に全てを失い、シャドウガーデンへと忠誠を誓うことになる。元ベガルタ七部剣、元チルドレンファースト、長瀬のカレンが創述、我が生きた証、とくと見よ。